チーム大島の FX ニュース、今週の担当は佐藤です。それではこちらをご覧ください。10月前半のおさらいになりますけれども、10月2日金曜日、21時30分アメリカの雇用統計がありました。事前の ADP 雇用統計の内容を下回る、発表となりまして、ドル安が進行しました。10月7日水曜日12時日銀金融政策決定会合がありました。15時30分から黒田日銀総裁会見がありまして、政府との共同声明で記された 2% の目標を早期に達成する方針に変わりはないと、もう一つ必要とあらば躊躇なく政策調整を行うことでは変わりはないという従来通りの内容となりました。10月8日木曜日10時30分、大型連休国慶節明けで中国株式が堅調にスタートいたしました。上海総合指数は 3156.08 ポイント、 3.3% 高でスタートとなりました。そして続きまして、来週以降今後の4大チェックポイントとなります。一つは欧州、10月22日 ECB 声明ドラギ総裁会見があります。注目となってますのは、弱いドイツ経済指標統計、フォルクスワーゲン不正発覚などを受けて欧州圏にどのような影響を与えているか、そして注目のとなってますのが、新たな追加緩和策が出てくるかどうか、ここが欧州 のポイントとなります。続きまして2番目、アメリカですけれども、10月28日 FOMC 政策金利の発表があります。こちらも同様に、イエレンダッシュボード9項目のうちどのくらいの改善がなされているかが注目ポイントとなります。そして市場の最大の注目は、そこの中から利上げにつながってくるタイミングがいかなるものかというところに注目が集まっております。そして3番目、日本ですけれども、10月30日金曜日のお昼あたりですね、日銀の金融政策決定会合がもう一回ございます。ちなみに11月の4日にですね、郵政3社の株式上場の予定がございまして、市場としては、ここで、黒田バズーカ第3弾、金融緩和第3弾と書いてありますけれども、日本は量的緩和をさらに広げるのではないかという、期待感が入っております。最後に、新興国になりますけれども、欧州、アメリカ、そして日本と基軸3カ国、による、金融緩和政策の変更を受けるんじゃないかという懸念があってですね、新興国への強い圧迫懸念があります。ブリックス、ネクスト11といった新興国に対して、下げの圧力が加わるのではないかというところが注目になっております。その中で、対抗策として、政策金利を引き上げるのではないかという、流れもございまして、その中で利上げが可能なのではないかと期待されているのが、トルコ、南アフリカとなっております。今週は佐藤がお送りいたしました。また来週。